これあげるよ。え、おお、クッキー、まさかちょっと早めのバレンタインデーかい。早すぎるかと思ったけど。ちなみにこの名前はなんか来週、来月、そうだね、来月だよね、ちょうど1ヶ月後だ。来月か。うん、ちょうどね。ちなみにこのついてる名前のやつはクッキーモンスターが食べてるやつ。かわいいでしょ。ちなみにこれ、クッキーモンスターっていう人がいるんですか。これは何ですか。え？え？元ネタがあるんですか。何を言っているの。ちょっと調べていいですか。知らないの。ちょっと調べさせていただきます。え？マジか。え、キャリーパミパムじゃないの。チャット欄。チャット欄。はいはい。ざわついちゃうよ。え？わらわら。クッキーモンスターってことだよね。何だっけそれ。クッキーモンスター。ファッション。ああ、セサミストリート。ああ、なんか見たことあるな。これ、え？このキャラクターの名前がクッキーモンスターっていうの？そうなんだ。なんか赤いやつ、赤いやつもいたよね、なんか。青いやつ？こいつ、クッキーモンスターが青いやつで、赤いやつは？赤いやつか、エルモ。エルモ？ああ、なるほどね。うん、勉強になったわ。ありがとうね。ま、あの、本当に知らない、俺。全然、こんなのが、有名なのに。有名なんだ、マジか。ちょっと、世間知らずが出てしまいました。わらわら。いや、俺もなんかちょっと、なんかちょっと知識マウント取りてえな、俺もな。あ。30年、それで生きてきてるから大丈夫だよ。いや、俺の32年間、今ので否定された。してないよ。いや、サンダー爆笑中。サンダーちゃんだけじゃなくて、いや、リスナーのみんなにも否定された俺の32年間。もう許せねえ。